生の喜びをしあって許さんぞ。はい、どうも皆さんこんにちは。今回は紹介してくださいのリクエストがめちゃくちゃ多かった生の喜びおじさんについて解説紹介していこうかなと思います。では行こう。生の喜びおじさんは2016年の9月頃、とある電車の車内で撮影されたなんかヤバい系のおっさんでございます。そして、まあ、盗撮されてる動画内にで、生の喜びをしあって許さんぞと発したために、まあ、こういった、なんか謎の名前が付けられることとなりました。あれですね、2016年当時、ニコニコ動画とかツイッターとかで流行った、電車内のやべえおじさんシリーズの中でも、まあ、頭一つ抜けて、知名度と人気がある人物で、結構知ってる方も多いのではないでしょうか。そしてね、見た目は黒ずくめの短パン姿に十字架のネックレスをつけていて、西郷隆盛にの彫りが深く鋭い眼光の容姿の、まあ、インパクトも相まって瞬く間に話題となりました。まあ、しかしね、こうやってヤバい人が電車内にいるということで、ツイッターやニコニコ動画などを中心にね、めちゃめちゃ話題となったわけなんですけれども、でも実はですね、こんな動画とは裏腹に普段の生活において、まあ、ネットの噂ほど危険な人物であるという印象はなく、話しかければ、まあ、気さくな対応をしてくれて、例えば写真撮ってくださいって言ったら心よく答えてくれるらしいです。2016年当時、まあ、いろいろな YouTuber の方が動画に出演してもらったりしてるわけなんですけれども、まあ、そのほとんどが、まあ、神対応とも言える出演多数を果たし、テレビ番組では、まあ、千鳥のお二方がこの生の喜びおじさんに対してインタビューっていうか、まあ、話しかけに行くっていうような企画があったんですけれども、まあ、その時も見事に神対応してくれて、実はめちゃめちゃいい人なんだなっていうのがわかりますね。しかし、生の喜びおじさんブームも徐々に薄まってきた2017年の3月、東急田園都市線の車内で乗客とトラブルになり暴れ、駅のホームで取り押さえられて、その後トラブルがきっかけで死亡してしまった50代の男性のニュースが話題となります。まあ、その男性がこの生の喜びおじさんではないのかという噂が、まあ、ツイッターを中心に流れ、その後ニュース番組などでもこの様子を撮影した動画が公開されて、まあ、取り押さえられている男性の姿が、まあ、生の喜びおじさんの服装とか特徴とかなり一致していたところから、この生の喜びおじさん死亡説というのがネット上で出回ることとなります。そしてその後の2017年の6月には、生の喜びおじさんが住んでいた住居に不法侵入で逮捕された人物がいるということがニュースで話題となりました。そしてニュース内にて、すでに死亡した50代の男性という表記があったことから、まあ、生の喜びおじさんの死亡説を確定させることとなりました。最後までご清聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いよと思ってくださった方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。カッシーチャンネルでした。じゃあまたね。